海岸もめちゃめちゃ高い。こんにちは、和歌山モン TV の伊藤です。今日は和日高川町にある小鴨の集落跡に行きたいと思います。平成23年の紀伊半島大水害の被害を受けたようです。小鴨で飼ってた黒毛和牛も572頭流されたそうです。美浜町の円熟浜に打ち上げられてたとか新聞に載ってましたね。ヘルメットしてますね。では行ってみたいと思います。この辺全部何点じゃ、コンクリートっぽいね。川の中洲に立ってるような家っていうことかな。え、全部埋まってるじゃん。こんなに家あったんですね。もう2軒しか残ってないけど。土台だけ残ってるって感じですね。いや、タイヤ痕あるしな。車来てるんですね。基礎しか残ってないですね、このお宅。これ何、基礎を突き破って岩石入ってきたのかな。うーん、激しい。ここは何やろ、ガレージだったんですかね。うん、2階もあったかもしれない。めちゃめちゃなんか動物の足跡です。そんなに大きくはないんで。ウサギかイノシシか。ここなんやろね。なんかパレット敷いてますね。なんか物置にしてたとか。
なんかちゃぶ台と箱、獣道になってきました。まあ、蛇はもう冬眠してるかな。こちらも基礎だけ残ってるな。ここはちょっと高くなってますね。うん、水道の元栓かな。よいしょ。家建ってたとは分からんぐらいですね。で、これは水道管かな。ここコンクリートしっかりしてる。さっきのお宅まで来ました。あ、これ水道の蛇口あったよな。アスファルトが歪んでます。アスファルト。足元悪い。これ塀が倒れてんだよな。こんな塀ようありますよね。これは坂になっている。結構川から高いですよね。こんだけ高かったら水上がってくると思えへんやんな。ねえ、川水きれいやな。対岸もめちゃめちゃ高い。川の近くにあるかと思いきや。これでも人か動物か道作ってくれてるな。はあ、はあ、パイプの配管とか丸見えです。電気、木がね、ものすごい巨大な木やな。結構巨大な木が引っかかってますね。この湯だけ強かったかな。この草何？でかいんですよね。何の草やろ。これはやっぱり自然の恐ろしさを感じますね。なんか字書いてるな。泉？この裏にも 2,3 軒の基礎だけありますね。あそこのお宅は、まあ、あ、河原はあるな。一応もう行けないですね。なんかかすかに牛糞の香りが。